曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいただくことで大義を得る。一方、二大派閥の一派袁術は徐々に劣勢に追いやられていた。彼は焦りのあまりとんでもない暴挙に出る。亡き孫権より奪った玉璽を手に帝を占勝。自分こそが正当な統治者だとして諸侯に臣従を呼びかけた。だがそれは袁紹に袁術を討つ口実を与えることになる。袁紹は袁術を逆賊となじり討伐に向けて動き始めた。ああ、帝からの命が届いた。不尊にも帝を占勝した逆賊袁術を討てと。だがこの命の背後にいるのは曹操だ。袁術自身は小人とはいえその勢力は大きい。帝位の占勝を口実に袁術の排除に動いたのだろう。まあその辺の事情はいいさ。けど袁術もおかしなやつだぜ。天下を取ってもいねえのに帝を名乗るなんてよ。実よりも名を取る、そういう男もいるということだ。君とは真逆だな、孫策。君は口頭に袁術に被験する勢力を築き上げた。ただ己の力で実を勝ち取ったのだ。今や君の動きは天下万人の注目するところだろう。さあどう動く孫策。君の決断が天下の行く末をも左右するのだ。下に進むならどの道袁術とは戦うしかねえ。それに親父の剣で借り回る。後ろに曹操がいようと消直受けるしかねえな。けどよ柊、曹操ってのは底知れない奴だな。覚えてるか、奴のあの威風。ああ、いずれ袁術などよりはるかに強大な敵となるだろう。敵だよな。いつかは戦わなきゃならねえ。その時はきっと天下の覇者を決める戦いだ。それまで他の奴らに負けるわけにはいかねえな。事の次第は話した通りだ。我ら孫吾は曹操と協力し袁術を討伐する。諸将は軍を率い樹春攻略に向かってほしい。私も後ほど合流する。以上だ。皆の優先を期待する。気に入らんな。いつから周囲は我が輩に加盟する立場になった。良いではないか。若者に道を譲り脇を支えるのも古参の役回りよ。作人様は周囲に絶対の信頼を置いてるの。帝府の気持ちもわかるけど認めてあげて。うん。それに若いとはいえ周囲殿の知略は見事だ。まさに憔悴の器と言えるだろう。新参の若造が知った風な口を。新参だからと俺を低く見ますか。闊達な孫策殿の臣下ともあろうお方が。おいおい、険悪な空気を出すなって。ほら周太も何か言ってやれ。全然喋らないやつだな。俺より目立ってなくて大丈夫か。何か言ったか。お前わざとか。そんなに俺は影が薄いかよ。
こら、みんなでギスギスしててどうするの。これから戦なのよ。失礼、姫様のおっしゃる通りか。すまない、テイフ殿、俺もつい熱くなってしまった。気をつけよう。いや、俺もムキになることはなかった。いやはや、姫様にかかれば皆赤子のごとしですな。もう何よそれ。さあ、いいから行きましょう。炎術が立てこもってる呪春を攻略するわよ。まあそんなわけでよ、曹操と組んで炎術を攻めることにしたぜ。あの曹操が味方とは心強いですね。共に戦うのは董卓との戦以来でしょうか。ああ、今回の戦、まず負けはすまい。だがどう勝つかが重要になる。今後も続く戦乱に向け力を蓄えられるか、それを見据えながら戦わなければならないのだ。すまない、お前たちにはまた苦労をかけちまうな。孫作様のためなら私どこへでもお供します。たとえ火の中でも水の中でも。私だって周遊様のためならどこにでも行くよ。じゃあ行くぜ、みんな。呪神に攻め込んで立てこもる炎術を打つんだ。炎術なんか敵じゃねえ。俺が目指すのはその先だ。いつか後頭から中原に躍り出てやる。その時はきっと曹操と雌雄を決するんだろうな。へへ、楽しみだぜ。よう、曹操、董卓の時以来か。ほう、孫権のせがれか。さすが江東の虎の息子、立派に成長したようだな。孫権は惜しいことをした。あの男は間違いなく一代の英雄であった。ありがとうよ、その言葉きっと親父も喜んでるだろうぜ。けど今は昔を懐かしむ時じゃねえだろ。うん、そうであったな。こたびの炎術討伐、孫家の働きに期待している。若き虎よ、存分に暴れてくるがいい。ああ、言われなくてもやってやるぜ。行くぜ、みんな。今までの借り、炎術にたっぷり返してね。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。攻略目標は決まった。進め！
これより彼の地に進軍する。若輩よ、我が和田地をたどれ。敵の勢い、もはや止められぬ。私は逃げるぞ。敵前逃亡とは、周囲風上にも置けぬ。その腐った性根、叩き直してやる。この地は我らのもの、断じて渡さぬ。剣業が落ちるか。なぜこのような目に遭わねばならぬ。よっしゃ、この戦、俺たちの勝ちだぜ。鮮やかだな、孫策。今こそ敵の要所を叩く。さあ、この戦、俺たちの勝ちだぜ。おう、頑張ってんじゃねえか。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。攻略目標は決まった。進め。伝令、キレイ様が敗走しました。炎将軍との同盟は失敗です。もうどこからも助けは来ないってことか。それじゃ勝ち目なんかないだろう。
である陣を前にして無礼な奴らめ、誰かあやつらを打ち払え。熱くなってきたぜ。どう演術、貴様孫策、お前には随分世話になったな。母上をさらわれて玉璽を取られてよ、親父だってお前のせいで死んだようなもんだ。ねえ許さい、わしを陣を誰と心得る。天使たる炎光炉であるぞ。頭が高い機械よ、この下郎めが。バカよ、ありえぬ。このような無様の陣が晒すなど。よっしゃ、これでけじめはつけられたな。敵将は打ち取ったぜ。鮮やかだ孫策。俺たちの勝ちだぜ。みんなよく戦ってくれた、見事な働きに感謝する。ふん、若輩者にしては悪くない指揮だったか。うん、そうよの。孫策殿や周遊殿の若き力とわしらの老練の分、これが合わされば向かうところ敵なしよ。俺も老練の方に入れられてんのかな。まだ若いつもりなんだがな。いい陣容だ。演術なき今、後藤は一定の安定を見た。これで腰を据えて次の戦の準備ができる。次の戦？まだ倒すべき敵がいると。ああ、俺たちは巨匠を攻め曹操と戦う。なんと曹操は今手を組んだばかりの相手ですぞ。演術が片付けば曹操にとって次の敵は袁紹。河北の雄との決戦に向け軍を動かすだろう。我ら孫悟はその後輩を突き巨匠を落とすのだ。巨匠を落とせば我ら孫家は中原へ入る。それは天界の大きな一歩か。衆、何という策を。いくらなんでも無茶というものよ。帝府殿、お主も言ってやってくれ。尋常な策ではない。だがそれゆえに敵の虚をつける。そういうことか衆言。ご明察の通りです。承知した、やってみせよ周遊。で、帝府殿。若さや暑さに浮かされたわけではない。勝機があると踏んだまでのこと。お主までもがそう言うか。ならばわしも一肌脱ぐとするかの。周遊様すっごい、私その作戦大賛成。孫策殿と周遊殿ならばこその一手か。面白い、この俺も全力を尽くそう。ありがとうよみんな。まあすぐに攻め込むってわけじゃねえ。曹操と袁紹の動きを見つつ準備しねえとな。今はまず帰ろうぜ、俺たちの孫悟によ。やりましたな殿。あとは袁紹を倒せばもう殿を阻む奴はいませんや。いや、真に恐るべきは孫策よ。わしは孫権が倒れれば孫権などついえると思った。だが
奴はわずか数年で高等の覇者となった。そしてこたびの戦ぶりよ、わしの波動を阻むのはあの若き虎やもしれん。あの小僧よな。さてどうでしょうか。私にはそうは思いません。おお、なぜだ、書くかよ。孫策は高騰にはびこる勢力を一掃しました。確かにその力は見事ですが、恨みを買いすぎています。それに対して彼はあまりに無頓着です。高騰の小覇王は前しか見ていない、いえ見えていないと言っていい。いずれ教主に倒れ、そう思えてなりません。うん、精進が英雄を止めるか、つまらぬ話だが考えられるな。思えば孫権の死もまたそうであったか。だが孫家は竹木虎の群れ、いずれその一頭がわしと並び立つやもしれん。その時虎はどのような道を選ぶか、今から楽しみよ。孫策は炎術を倒し、高騰をほぼ手中に収めた。勢いに乗った孫策は次なる敵を早々に定める。彼は周瑜と共に曹操の本拠巨匠吸収を計画。味方の戦意高揚のため出陣前に大宴会を開いた。もう天下は夢幻ではない。若き虎の前途には光が満ち溢れていた。この勢いが続けば巨匠攻略も夢ではないな。近頃君を清楚の覇王光雨になぞらえ小覇王と褒めそやす声があるらしい。ふん、俺は気に食わねえぜ。なぜそう思う。覇王じゃねえところだ。いちいち小覇王って区別するところがまだまだだって言われてるみたいでよ。そうか、君はそういう男だ。シェイ、忘れるなよ、俺は本物の覇王になる。みんな、孫悟の天下は夢じゃねえ。俺たちで新しい時代の風を吹かせるんだ。